洪水。洪水とは、大雨などが原因で河川から増水、氾濫した水によって陸地が水没したり水浸しになる自然災害、天災である。欧州連合のは、洪水を状態では、水がない陸地が水によって覆われることと定義している。工学的には、単に平常時よりも河川が増水する現象を指すため、河川が増水すれば、 災害の有無と関係なく故障される。また、水が湧き出る、流れるの意味から、潮汐の流入を含む場合もある。洪水発生の原因は、河川や湖などの水量であり、氾濫や堤防の決壊などを発端に境界を越えて、引き起こされる。洪水等の水によりもたらされる被害、洪水以外には降雨に誘発された土砂崩れなどがある、を総称して、水害と呼び、 これを制御することを治水と呼ぶ。河川は、降水量などとの関係において、その水量が増減する。増水した時には、上流から土砂を運ぶため、河川は大なりこなり、そのようにしてもたらされた土砂の体積による平坦な地形を作り、普段はその中の溝のような部分を流れる。そして増水すると、それを越えて、蒸気の平坦な地形に溢れる。これが、 現在の洪水にあたる現象である。したがって、そのような増水のたびに水路は位置を変えていたものである。そのような平坦地は柔らかい地盤と平坦な地形を持ち、またたびたび洗い流されるために繊維の進んだ植物群落を発達さえない。このような平坦地を反乱源という。しかし、人間は文化を発展させて、 このような平坦で肥沃な地を工作地として開発するようになった。日本及び世界の大都市のかなりは、こうした肥沃で河川交通にも便利な氾濫源に出来上がっている。その結果、洪水が人に被害をもたらす水害となるようになり、河川を固定した流れに閉じ込める工夫がなされるようになった。古くより、地水は、地生者の重大な問題であったが、 そのことは今日においても変わりはなく、河川周辺の住民を洪水から守るために様々な施策が行われている。堤防を境界として、人々の居住地の外、河川側を定外地、居住地側を定内地と呼ぶため、河川の水を外水、外水の氾濫によって水害が生じた場合を外水氾濫と呼び、河川に関わりなく、 排水が追いつかないために水が敷地内に溢れた水を内水、内水の氾濫によって水害が生じた場合を内水氾濫と呼んで区別している。日本における洪水被害額は1993年から2002年の合計で外水氾濫が1.3兆円54%内水氾濫が1.1兆円46%でありほぼ同値となっている。 これは堤防が破堤もしくは腰流しない洪水が洪水のほぼ半分を占めることを示している。過去より日本では大規模な台風や集中豪雨で堤防が破堤し外水洪水が頻発したが近年大規模河川の堤防整備が進んだために外水による洪水はあまり生じなくなった。2000年に発生した東海豪雨は 非雨量が400ミリを超える洪水により発生した近年まに見る外水氾濫であった。一方、近年では主に都市部において集中豪雨により洪水が発生し各地が冠水することが多く見られるようになった。これは都市部においては舗装や建築物などで地面が覆われ雨水の浸透量が非常に低く地面に滞留しがちであるためである。近年、 新潟県や富山県などの北陸地方では、前線が近辺に停滞したことが原因による水害の被害を何度か受けており、東北地方や関東地方、東海地方におけるアイオン台風やカスリーン台風、伊勢湾台風などのような大規模な水害を過去に経験していない地域で生じた被害のため注目されている。これは過去に大惨事を経験した地域においては、 再度災害防止の連綿とした復興事業が構想して大規模な被害が激減しているため相対的にこれまでそれら事業が実施されてこなかった地域が災害対策の空白ゾーンとして残されているためであり、早急に防災事業を進展することが求められている。また、治水事業は下流から実施することが基本であるため、どうしても 上流の治水事業は後回しで遅れ気味となる。特に河川は上流に行くほど枝状に視線が分岐しその延長も増加するため抹消の中小河川ではそれらを管理する地方自治体の財政難も影響して治水事業が父として進展しないのが問題である。豪雨による洪水は洪水が地中に浸透せず河川に溢れ出るから発生するのではない。放射性同位体による 追跡調査の結果、洪水時の水も地下水に由来することが判明している。多量の洪水があった時など、地中に浸透しない水が地表で水流を作ることがある。これを、高トン地表流というが、実際には、高トン地表流を形成した水も、早かれ遅かれ、地中に浸透する。地表の浸透能力は、非常に高く、地表が、舗装や岩石で覆われていない限り、 ほぼ100%の水が地中に浸透する。地中に浸透した水は地下水となるが、多量の降水があった場合などは、地層がそれ以上地下水を保有できなくなることがある。地層には地下水を多く保有できるものもあれば、少ない量しか保有できないものもある。いずれにせよ、地下水量がその地層の保水能力を超えると、新たに浸透した水に押されて、 それまでの地下水が地表へ流出することとなる。地表に湧き出した水の一部は河川へ流入し、増加した水によって、河川の流量容量を超過すると、河川水が河川域外へ流出し、洪水が発生することとなる。また、地表に湧き出した水の行き場がなく、その場で水が滞留して洪水が発生することもある。以上から、洪水の発生原因は二つに大別される。 地中から地表に溢れ出る水量が多くなることと、その水量が河川内に収まらなくなることである。前者は、当該地域での時間降水量と地層の保水能力とに大きく左右され、人為的に制御することは、ほぼ不可能である。人為的な洪水予防の方策としては、家庭の春節や河川実機の拡張などによって、河川の流量容量をできるだけ確保するか、 河川堤防を強化することなどに限られる。また、河道を溢れた水が氾濫しやすい場所としては、河道の勾配が急に緩くなる地点、河道の蛇行する地点、河道が分流、または合流する地点、河道の幅が急に狭まる地点が挙げられる。氾濫した水は、氾濫した先の地形に応じて、広範囲に拡散したり、和獣のように堤防に囲い込まれている地点においては、 低地に滞留したり、大規模な洪水の場合は拡散した洪水が何十キロメートルも流れ下、低地の堤防内に滞留することもある。高潮や海から川口へ吹く風により、下流部の下流が妨げられたり、激しい場合は、海水が河川へ逆流することがある。このような場合、河川への流入なしでも洪水が起こりうる。ただし実際は、 このような現象は台風の豪雨に伴われることが多い。積雪地では、冬季の異常な気温上昇、暖かい強風、豪雨や季節変動による春季の気温上昇により融雪を要因とする洪水が発生する。これを融雪洪水、または融雪出水と呼ぶ。特に日本海側や北海道においては、洪水の規模として夏季の豪雨よりも、 春季の融雪を要因とする方が大規模となる場合が多い。河川への流入の気候は洪水に準ずる。世界中の多くの国で洪水を引き起こす可能性が高い河川は慎重な管理が行われ、堤防などの防御策が講じられる。ダムや自然ダム、氷河湖などの決壊によっても洪水が起こる。中でも氷河湖のものは氷河湖決壊洪水と呼ばれ、 世界各国で災害例が報告されている。災害の様相によっては土石流に分類されることもある。天井川では水位が平常でも堤防が決壊すると洪水となる。ダムの放流は下流に洪水をもたらす。ただし予定通りの放流であれば被害を引き起こすことは稀である。増水時に行われる緊急放流によっても洪水が起こる。ただしこれは ダムの洪水調節機能が停止している状態であり、仮にダムがなかった場合に比べ洪水が激しくなるわけではない。水が稼働内に収まりきらなくなり、堤防を乗り越えて外に溢れ出すことを腰流という。また、堤防が崩壊して一気に堤防内に水が溢れ出すことを波堤という。波堤はただ単に崩壊するほかに腰流地点において上部や 稼働の反対側から氾濫水によって堤防が削られて崩壊することもある。この越流波堤は、波堤の中でも最も一般的なものである。堤防の応急的な補強対策として、代表的に以下の広報が挙げられ、年に数回開催される地方自治体の水防訓練などで見学できる。建物や堤防などにダメージを与える急流,流や、鉄砲水の流れを緩やかにする。 応急策として、手頃な丸太に1メートルぐらいの長さを置いたロープで、土納をくくりつけて、川に流す方法や、丸太を三角形の筒状に組み合わせて、川に沈める枠、牛という方法があるが、地域によってはあらかじめ鉄砲水や急流が発生しそうな場所に、海などでよく見かける鉄筋コンクリート製のテトラポド、などを配置している。台風で被害を受けた広島市では、 無料洪水情報を電子メールで自動配信しており、情報処理や地域住民への洪水情報の提供方法が特に重要視されている。洪水はしばしば地域の住民に大きな被害をもたらす。居住地域に水が押し寄せることによる歴史などの直接的な命の危険は言うに及ばず、家屋が押し流されたり、水に浸かることにより、家具や電気製品などが 使用不能になったり、電気や水道、道路や橋などといったインフラストラクチャーが、押し流されたり損壊することによる、修復費用、及び、それが復旧するまでの生活の不便さ、水が引いた後の不衛生な環境による薬病の危険など、その被害は多岐にわたる。洪水が引いた後に必要となる後始末や、清掃作業が、時に作業者やボランティアの安全を脅かす場合がある。 それは、下水道水と混ざり合い汚染された水との接触、乾電、一酸化炭素中毒、運動器に関わる負傷、熱中症や逆に、低体温症、自動車などの事故、火災、歴史、危険物がさらされた状態など多岐にわたる。洪水が起こった地域は混乱した状態にあり、作業者は鋭くギザギザになった、残骸類、溢れた水に潜む、バイオハザード、露出した、 電線、動物や人間の血液や体液そして死体など通常ではありえない響きに脅かされかねない。被害地での対処を行うにあたり、作業者には安全帽やゴーグル、重労働用の軍手、ライフジャケットや防水タイプのブーツ型安全靴などの装備を計画段階で整えられる。一般的な治水においては上流のダムや河川の堤防によって増水した水を 火道内に封じ込め、速やかに海へと流し去ることが基本的な方針となる。このため多くの河川には、長大な堤防が建設され、また一時的に水を貯留するダムも各地に建設された。このために、日本における洪水はかなり減少したが、稼道の外でしばらく滞留していたような水まで火道に集めて、速やかに流し去ることとなったため、洪水時に火道内を流れる流量は、 増加傾向を示している。過去に大規模な洪水を経験した地域では、広大な遊水地、岩手県一の関地域を参考や、高台に緊急避難用の小規模な都市機能、病院や工業団地などを準備しておく、防災コロニーを整備しているとこもある。また、山津波と恐れられる土石流を防ぐため砂防ダムがある。しかし、北上川上流域で、 過去200ミリを超えた台風や前線は上陸しておらず、甚大な被害と言われたカスリーン、アイオンでも200ミリ以下であった、期間降水量が200ミリを超えた場合に、どの程度の被害が発生するかが懸念される。最近では、関東の荒川、利根川、関西の淀川、大和川で、堤防の幅をかなり広く作り、洪水が発生しても、 堤防ののり面が崩れないよう関係者に作った上で新たに造成された堤防裏のり面を区画整理用地としてビルやショッピングモールなどに活用するスーパー堤防も整備が始まっている。また東京都などの大都市では河川から溢れ出した水を速やかに排除するための地下河川が多数建設されている。他にも洪水対策にあまり莫大な予算をかけず、 昔ながらの方法で建設可能な武田信玄の治水方法が近年注目を浴びている。これは地方の水田などが多く点在する地域において、水田に稲が倒れるような洪水の激流を流さないよう、霞堤、通常の堤防より低い堤防で高さが一定ではない包みでゆっくりと水位を上げることで水田を遊水地として利用したり、 水の激流がぶつかる箇所に巨岩を配置して、洪水の勢いを弱めたり、自然石を城壁のように積み上げて、堤防や砂防ダム等を建設することで輸送費や材料費のコストを節約するのに有効な方法である。だが、人口密集地などの都市部で使用される治水対策課は疑問が残る。近年は従来の治水対策として、 荒い関から恣意的に浸水させることで、相対的に他の重要な地域の浸水被害を防いでいた湧水池において、他の治水対策により浸水回数、経験が減少し、その危険性の認識が低下している。このため、交通支弁のあわりに安価な土地として市街化。例えば JR 新横浜小机付近が進み、潜在的な被害の発生が懸念される事例が、 増えてきたため、東海豪雨をきっかけに、洪水ハザードマップが作成、配布されることが急増した。また、残る、湧水池においても、水量調節機能を増強するため、湧水池を取り囲む、異常堤を築いて、普段は、水が侵入しないようにしておき、稼働に接する部分のみ、越流堤として包みを低く建造しておいて、増水が始まると、包みの低い部分から、 有水調整地に水が流れ込み、洪水を防ぐなどの対策が講じられている。なお、この場合調整地の下流側には水門を築き、稼働の水位が下がれば排水できるようになっている。内水の対策として堤防に囲まれた地域に排水ポンプを建設する方法がある。これは、数年に一度の間隔で外包みから溢れて、腹包みを伝って流れてきたり、 消火栓から溢れて、腹包みを伝って流れてきたを、堤防の上まで水を汲み上げて本流に流す装置であり、維持管理に費用のかかるもので、ポンプ自体が水に浸かって壊れないように気をつけなければならない。洪水の理解と治水の試みは少なくとも6000年以上は続けられてきたが、モデル化が行われたのはごく最近である。近年では、 コンピュータを使用した洪水モデルが発達し、破壊試験や過剰な工学的構造を持つ傾向から、離れた設計が可能となった。洪水のコンピュータモデルも増え、1D モデル、チャンネル地形の中で計測される洪水や、2D モデル、反断源までにわたるな推進の洪水も作られた。アメリカ陸軍工兵隊が製作した推理解析ソフトウェアは、 無料で利用できる最も一般的なモデルの一つである。タフロなど他のモデルでは 1D と 2D 要素を結合させ、稼働から氾濫源に至る洪水の深さを導いている。波浪や河川による氾濫を面的に捉える手法は時代遅れになりつつあったが、2007年に発生したイギリスの洪水は氷層を流れる水の動きを重視する方向へ転換させた。 洪水地の水位変化は河川の長さと勾配に大きく左右される。日本の場合においては河川の長さが短く勾配も急であるため上流の洪水が下流に到達するのは数時間長くても1日から2日程度がほとんどであるが大陸の長大な河川の場合は時期が大幅にずれ1ヶ月から2ヶ月後に洪水が到達することすら珍しくない。また、 これに関連して、日本の洪水は低地に水が滞留してしまった場合を除けば水が引くのも早いが、大陸においては洪水が収まるまで数日、長いものでは数ヶ月かかることもある。また、洪水地の水位変化は上流から下流に洪水波と呼ばれる波として伝わる。日本では洪水に警戒を呼びかける情報として市町村ごとに出す気象警報、 注意報と各河川ごとに出す洪水予報の2種類があり、気象庁などが発表する。なお、河川から堤防を越えて襲う氾濫の恐れを示すのが洪水警報や洪水注意報、堤防の外である市街地内などの増水、浸水の恐れを示すのが、括弧書きの大雨警報、浸水害や大宇宙法、浸水害である。2017年から 大雨警報、注意報、浸水害の基準は雨量及び、表面雨量指数、洪水警報の基準は雨量及び、流域雨量指数を一部で、表面雨量指数も併用している。指数は、雨水の地表での蓄積や川への流出を、地形の起伏や土地利用による際を考慮して算出した数値。ダム制御、潮位、河川の合流、排水ポンプなどインフラの整備の影響はモデルに、 組み込まれていないが、過去の水害発生時の値を20年間以上精査した上で設定していることから、気象庁は一定程度反映できるとしている。なお、降雪、融雪の影響は正しく反映できない場合があるという。洪水予報では、警戒事項とともに、各河川の水位や流域の雨量の観測値と予測値、浸水の想定区域などを発表する。対象。 洪水予報河川は、すべての一級河川及び、流域面積、洪水地の被害が大きな要河川。それ以外の主要河川でも、水位を観測している河川、水周地河川では、水位到達情報により避難判断水位などに達したことを通知する。これら水位や雨量などのリアルタイム情報は、国土交通省の川の防災情報などのウェブサイトで蓄次、公開されている。 また気象庁のウェブサイトでは、流域雨量指数、表面雨量指数の経過、予測を洪水警報や大雨警報、浸水害の危険度分布として公開しており、これは水観測が行われていない一部の中小河川も対象となっている。また、市町村長から住民に対して、避難を促すため状況に応じて、避難準備、高齢者等避難開始、避難勧告、 避難指示が発令されることもある。洪水は人間の生活面や経済面に多くの破壊的影響を与える。しかし、小規模で頻度が高い洪水は特に利益をもたらす。例えば地下水を満たしたり、枯渇していた栄養分を補給して土壌を肥沃化したする。こうした洪水による恵みで最も著名なものはエジプトのナイルガー流域のものである。 ナイル川下流域のエジプトでは7月中旬、エチオピア高原に降るモンスーンの影響で氾濫を起こすが、この洪水は水位の上下はあれど氾濫が起きないことはなく、鉄砲水のような急激な水位上昇もなく、毎年決まった時期に穏やかに洪水が起こった。そして何よりも、この洪水は上流より肥沃な土壌を毎年ナイル下半にもたらし、 エジプトの豊かな農業生産を支えていた。この洪水の影響を調整するために文明が発達し、世界最古の文明であるエジプト文明が成立した。この洪水は19世紀末に至るまでエジプトの経済を支えていたが、20世紀に入ると、通年考えが可能となって逆に洪水はエジプト農業の障害となり、1970年のアスワンハイダムの建設によって、 エジプトで洪水が起こることは、ほぼなくなった。また、ガンジス川下流域のバングラデシュにおいては、洪水により、例年のように被害が報告されるが、これは大規模すぎる洪水の場合であり、適度な洪水の場合は、ボルシャと呼ばれ、田畑に肥沃なシルトを運んできてくれる、恵みの存在であると考えられている。乾燥地帯やア乾燥地帯では、年間を通して、 洪水量が不規則の中、非常に重要な水資源となる。淡水の洪水は、河川回廊の生態系を維持する重要な役目を持ち、流域の生物多様性を支える。また、洪水による氾濫は、湖や川などに非常に多くの栄養素を供給し、そして捕食者が少なく栄養素に富む氾濫源が、産卵に適することもあり、数年間にわたり、漁獲量を高める効果もある。 ウェザーフィッシュのように洪水を使って生息域を広げる、魚もいる。魚類だけでなく、鳥類も、また、洪水によって引き起こされる利益を享受する。また、特殊な要領として、戦争中に敵軍が進行してくることが避けられない。場合、防御側が、進行予測方向の堤防を自ら決壊させ、敵軍を食い止める、防衛戦とすることが行われることがある。 洪水戦と呼ばれるこの防御戦術を多用したのはオランダであり、1672年にオランダ侵略戦争が起きて、フランス軍が侵攻し国土の大部分が占領されると、アムステルダム南東1 5トルにあるマイレンの水門を開いてワール川からゾイデル海に達する幅平均5キロメートル、長さ8 0トルに及ぶ細長い地域を冠水させ、フランス軍を足止めした。 この防衛線は長年計画されていたものであり、貫水地沿岸の要所要所には要塞が建設され、また貫水地はボートが使えない程度の深さに調整されており、進軍するには沼地の中を吐傷する夜かなかった。この洪水線はフランス軍の進撃を足止めし、洪水線の内側にあたるホラント州への進攻を食い止めることに成功した。しかし、 1794年から1795年にかけての大陸軍の進攻は寒波によって水面が氷結したため機能せず、その後2度にわたり、洪水戦計画は立案されたものの、実行に移されることはなかった。また、中国においては、過去に2度、黄河の堤防を決壊させることで洪水を起こし、南下する侵略軍の前進を食い止める作戦が実行された。 最初にこの作戦が実行されたのは1128年であり、宋の将軍である、とみつるが、金軍の南下を防ぐため、現在の河南省において、黄河の南岸の堤防を決壊させた。これによって、金軍の南下は食い止められたものの、多数の住民が濁流に飲まれ、またそれまで牧海に注いでいた黄河の河道が南へ大きく、千って南のワイガに合流し、 航海へと流れ込むようになった。二度目は日中戦争中の1938年であり、日本軍の南下を食い止めるために、中国国民党軍がやはり河南省で堤防を爆破した、黄賀決壊事件。これにより多くの住民が濁流に飲まれ、死者は50万人から70万人に上ると言われる20世紀有数の大水害となった。 さらにこの作戦でも日本軍の難下を結局は食い止めることはできず、その上黄河は再び岩井賀に合流して、航海に注ぐようになり、1947年に堤防の修復が完了するまでこの状態が続いた。世界史上において10万人以上の死者を出した洪水は以下のものである。最終表記の終了後、12,900年前から11,500年前に、 かけて、再び気候が寒冷化し、ア表記となったヤンガードリアス期が出現した理由の有力な仮説の一つに大洪水が挙げられている。北アメリカ大陸中央部には氷河の縮小とともに巨大なアガシイコが広がるようになっており、ミシシッピ川を通ってメキシコ湾へと注いでいたが、氷床のさらなる縮小により現在のセントローレンス川にあたる水路が出現し、 アガシイコは決壊して、北西の北、大西洋に、大量の淡水を一気に流し込んだ。この大量の淡水は海水に比べ比重が軽いため、北、大西洋の表面に広範に広がり、このため、メキシコ湾流の北上と熱の放出がストップして、熱炎循環が停止し、全世界の気候を狂わせて、氷気を減出したとされる。砂漠においても洪水は発生する。 これは、砂漠での降雨は集中的な降雨であることが多く、地面に植生がないため、雨水を地表に一時的に貯留する機能がなく、砂漠の地表の高い浸透能をも超えた水量が地面に押し寄せるからである。こうした洪水は大きな被害をもたらすが、乾燥した地面に吸収されるため乾水時間は非常に短い。また、こうした洪水による地形は、砂漠において、 数多く分布し、砂漠の地形の重要な要素となっている。まず大量の流水が流れ下る稼働は、和地と呼ばれ、普段は枯れ川となっていて洪水時に飲み水が流れることがほとんどである。また、山岳の斜面にある緩やかな地形をペディメントと呼ぶが、ペディメントの下や和地の終末点には、バッハダと呼ばれる洪水によって押し流されてきた粒手で、覆われた、洗浄地が広がる。 そしてその下には、プラヤと呼ばれる粘土に覆われた平原が広がるが、この粘土も洪水時に上流から押し流されて、着物が堆積したものである。プラヤはしばしば洪水時には、水で覆われ、一時的に湖となる。洪水時の水にはしばしば塩分が含まれており、洪水のたびに塩類が蓄積されていくため、プラヤは、かなりの場合塩類平原、ソルトッパンと呼ばれる塩で覆われた荒野となっている。 神話においては、かつて大洪水によって世界がほぼ滅び、生き残りによって、現在の文明が再建されたという、いわゆる大洪水神話が、世界各地に分布している。旧約聖書、創世記における、大洪水、ノアの箱舟もこの系譜に属する神話である。由来は不明だが、日本の名字の一つでもある、明治神聖と思われる。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。